く起きなさい。もうちょっと。ダメダメ、もう遅刻するわよ。いってらっしゃい。じゃあ会社行ってくるね。あ、早く行かなくちゃ。はい、少々お待ちいただけますでしょうか。あら、今日は玉ねぎが安いわ。早くお風呂に入りなさい。やだやだやだ。洗濯洗濯、掃除掃除。自分の時間が欲しいけど、体にも心にも全然余裕がなくって。子供は本当に可愛いんだけど、まだ手がかかる時期だから大変よ。今日も頑張ったね。もっと休みたいのに、みんなのために早起きして準備して、自分の仕事でまたバタバタ一日過ごして、積もった家事ももう限界で、こんなに夜遅くなって毎日大変だね。よく頑張ったね。お疲れ様でした。誰もが知らないあなたの苦労のおかげで、子供ちゃんも忘れられない素敵な一日を過ごしたと思う。そうだよ。立派に育てられ、いつかはあなたのことを一番理解してくれる大切なお友達になるはずだよ。この世で一番大切な価値に全力を尽くしてるんだ。すごいね。いつの間にか自分のことよりも他人のことを優先するのが当たり前になってたんだね。これからは自分のことも見守ってあげてね。一人で無理しないで、時には自分の子供を信頼して任せることもいいと思う。今まで立派に教えてもらったから、きっとうまくいけるよ。今日もお疲れ様でした。